はい、タロのエルデンリング64かな。今回は前回やられちゃったから、もうバチバチに脳筋装備で、しかも魔法を使ってこれを使いまして、もうとんでもないぐらいの、これを飲んで、もうとんでもないぐらいに脳筋にしてきました。で、TG さんを召喚して、これ。はい。うわー、これ全然食らわないですよ、これで。もう、恐ろしいよ。おい、こら、ほ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 ら、おお、これがね、効かないんだよ。おりゃ、てい、いて、物理はめちゃめちゃくどいな。痛い。あ、しつこい。あ、しつこい。しつこかったな。いや、もうこれ勝つっぽくない？で、ケイ、うえい、使っちゃった。これね、もう終わっちゃうよ、これ多分。これガード全然食らん、もう全然食らんへん、やば。あ、でも回復してんな、勝手に。痛い。これうぜえな。わお、回復するんだよな。わお、すごい。なんでこんなに。うわ、痛い。あ、弱ってる？てい。これ痛いな。
おい、どこ行ったこれ。おお、終わっちゃった。あ、勝った、全クリしちゃった。ぬるげすぎた。なんやねん、この生活。おいしょ。あ、5万ソウルもらった。いやー、ぬるげだったな。聖カットを聖、あの聖なる攻撃のカットをめちゃめちゃ高めたらもうぬるゲーでした。ふう、いやー、よかったな。で、あ、これね、で、あ、なるほど、ここでもう全クリできるということか。レベルアップしよう。5万ももらえるんやな。納金や。進行打ち上げて、まあこれはあの振り直しできるからね。ギルアマ虹あげようかな。進行はもうこれじゃ上げなくていいや。ギルア虹あげたい。帰ろう。いや、全クリしましたね。いや、早かったな。めちゃめちゃ弱かったな、あれ、これ使うと。この、しかもこの盾がもう強すぎて、この盾がもう優秀すぎてびっくりする。てい。あ、神のマリカの杖。これはなんだ？筋力20、進行19、進行22、22。オッケー、筋力、技量、あ、技量武器なんだこれ。神の意見ね。どっちにしようかな、マリカの杖。黄金砕き。重量は、こっち剣の方が重いんだよね。とりあえず、あ、剣は2万ソウル、2万いるんだ。なるほど、こっちも。OK。いやー、長かったね。ちょっと、ラスボスちょっと弱すぎたな、これ。まあ、綺麗な敵だったからよかったです。買っときます。ちょっとね、武器をね、あのアイテムを全クリする前にアイテムを買っとかんとあれなんだよな。武器強化で、エルデンのやつどこだ。これか、これか、神の意見？違う、どこだろう。いや、長かったけど、まあ、7までレベル上げてるやん。だっけ。
剣だったよね。神の意見、あ、これかな。黄金の目、あ、これだ。これちょっとレベル上げときたい。これか。うわ、すげえ。なんだこれ。足遅。よっしゃ、全部クリしたぜー。ちょっと一回じゃあエンディング見ようか。どうなるか。早かったなー。エルデンリングを修復する。で、なんか選べるんだったっけ？関係ないかな。いや、長かったな。これからちょっと2周目に行こうかな。いや、でも長かったね。うわ、裸です。裸でやればよかった。最後の。うわ、しくったな。落ちた葉が伝えている。あ、エルデンの王となっちゃった。おお。あ、スキップしよう。これも2周目の世界始めますか。危ねえ。これでイエスしちゃいけないんだよね。いやー、ちょっとあれだったな。2周目は簡単にいけるんだな。でもこのゲーム面白かったな。あ、これね、全クリした後だね。2周目いかんのかいっていう。まだ。買えないね。石をね、たくさん買っとかんといけん。2周目に行く前に、ここで2周目に行けるんだよね。で、2周目に行く前にね、やっぱり石をたくさん買って行かないといけない。やっぱり怖いわ。9個、8個、7個、6、4個、3個、4個、3個、4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 個、
ね。
よし、これで、じゃあ終わろうかな。このエルデの剣。いや、ちょっと待って、その前に、この盾すごい強いんだけどさ。もう最強に強いんだよ、この盾が。その前にさ、ちょっとステータスを変えて、ステータスを戻そう。脳筋に、めちゃめちゃ脳筋に振ったから、最後。昼ごはん何食べようかな。ちょっと待ってな。どうしようかな。25までレベルアップしたな、これ。これ4、筋力48までいるんだよね。で、重量29。めちゃめちゃ重い。どうしよう。ちょっと待ってね。48でしょ。で、筋力が60。あれ？じゃ、さっきこれ持てたんかな？よし、じゃあ戻りましょう。生まれ直しましょう。戻しましょう。技量が60、技量が15、筋力は48だったっけ？ん？あの武器は48だよね、確か。で、進行が20、神秘も20、20にしようか。で、持久力が42、これは50。これなんか、50、50にしていこうか。こうしようか。オッケー。いやー、強くなったよ。重い、重量だね。これもいらない。TG。で、写し見。で、かー、あ、全部裸になるとあれなんだよね。マリケシの黒き炎で、神の意見、ん？神の意見これか。で、刀も持てるかな。やっぱいろんな装備でやっぱり聞きたいもんな。あ、持てる持てる。筋力12。いや、これがすごい強いんだよな。盾ありか盾なしかっていうだろう。あれ？あ、これも25か。強すぎる、これ。カット率がえぐい。で、服が、なんか面白い見た目で第2スタートしたよね。かっこいいよなぁ。これ、グリフィス装備だよね。
重量になっちゃうんだよね。あ、この辺重量なんだ。これ重量。これ重量。重量。これかっこいいよな、見た目。うわ、かっこいい。ちょっとでも色が違うな。うわー、すごい。で、これをさ、縦がもうすごい。いや、ちょっと長かったけど、これで終わります。ラストですね。2周目に、もうちょっとまた遊んで2周目したいと思います。あ、これってエンディング見れるんかな、わかんないけど。いや、早かったね。それではとりあえずエルデンリング、なんか閉まらん、ちょっと最後閉まらない感じで申し訳ないですけど、僕はちょっとこれからまたこれで終わりじゃなくてクリアしていくんで、また2周目と何周目と、またなんかクリアしたけど動画を載せるかもしれないんで、お強っ。これでさ、格段にレベル上がりやすくなったわ、また。強っ。あ、なるほど。これでレベル上げして、またレベルをめちゃめちゃ上げたいと思う。それではごきげんよう。楽しかったです。うん。